前科3番893番ちょいき太郎です。本日のお話はアイスまんじゅうの兄貴の話です。まあね、このアイスまんじゅうは最後の方に出てきますけどね、この話はね、私は30代前半かな、まああることがあって全く違う、本当に大門が違う組織に、まあ預かりというか、まあいろんな諸事情があって1年ぐらいとある組に行くことになったんです。大門も違う、全く違うところなんですね。まあそういうことは昔はまあまああって、それで私はそこに行ったんですけど、まあ私の扱いも困ってるというか、まあ中堅の若い衆なんで、かといって部屋住みのような若い衆という風には扱えないもんですから、ただ住むところっていうのもあるんですけど、もうめんどくさいから、要するに事務所で寝泊まりするよと、要は夜になっちゃうと誰もいないんで、そこはそこの組長の自宅も別にあるわけなんで、でまあそうすると1人2人の若い衆というのは部屋住みでいたんですけども、まあそこに行くと結局そこの組織っていうのはどういうことをやってる組織かって言ったら、もう賭け事、博打専門の組織なんですね。とにかく朝起きたら、要するに今日が競艇があるのか競輪があるのか、土日だったら競馬、野球のシーズンなら野球、相撲があるなら相撲、とにかく何もかもが賭け事で、夜になると麻雀で、公営ギャンブルっていうのは本当にたった1日か2日ぐらいやってない日がないっていうぐらい、どこかで何かやってるんですよ。オートレース、ボートとか。全く私、その賭け事に対して、興味がないもんですから、逆に信用されて、まあ、お金を預かったりというようなことになってったんですけど、そこに行くと、やっぱり、代々、バクトの組織なんで、やっぱり古い兄貴、古い相談役っていう人たちがいて、まあ、なかなか面白い人たちがいるんですね。私はそういう形で来てるもんだから、みんなよくはしてくれるんです。その中で、やっぱり、有名な、イケイケのやりっぱなしの兄貴分っていうのがいて、要するに組長の舎弟さんなんで、私も兄っていう形で立てて接しているわけなんですよね。まあ年齢も上なんで、で話聞いてるとやっぱり面白いで、豪快だったりで、まあ要は賭け事でその人たちも自分で麻雀打ったりいろいろやってるもんですから、お金の預かりっていうのが私がやってるもんで、まあその端数っていうか数千円単位なんていうものはもう置いてってくれるとか飯食えやっていう風になるんですけど、意外とその人は細かったりして数千円返さなきゃいけないっていうのがあったんですけど、私もうっかり忘れてて、で明くる朝になって、朝一番ぐらいで電話かかってきて、おい太郎、わしの金どうなっとる、あって言った時点で、お前わしを舐めとんのかとこう言ってくるわけです。いや別に舐めてるわけじゃないんですけど、あすいません忘れてました、そんなもんお前わしのことお前ないがしろにしとるんだろうとか言って、もうなんかいきなり切れてきたみたいな感じで、あそうかと思って、こういう時の対処っていうのは私分かってて、兄どちらにって、おいやとかいう感じで言うもんですから、その時点で私はもう事務所を出て家に行って、多分1万円はなかったと思う、1万円かそこいらのなんですよ。パッと持ってるもんですから、それを持ってピンポンって鳴らしてパッと出てきた時に、兄これすいませんでしたって言ったら、おお悪かったな、わざわざ持ってこんでもって言って、たまたまそれが千円札だったの、お前どっかからかき集めて持ってきたのかって、いやいやそうじゃないですよって言って、悪かったなーって、そういうつもりじゃなかったんだけど、いや自分もちょっとうっかり忘れてまして、いやわしはな、なんかもうこの舐められて袖にされたと思ってな、いやそんなことないですよっていうような時から、なんか可愛がってくれるようになったんですよ。飲みに連れてったり、いろんな人を紹介してくれて、ただその人が面白いのが、真面目じゃないんですよ。めちゃくちゃもう破天荒なんですけど、女性と付き合ってる、俺の女を紹介するっていうことになって、俺は自分の女を紹介しないんだ。確かに連れてこないですよ。なぜかって言ったら、もうお互いの付き合った決まり事で、絶対に浮気をしないと。浮気をしたら、指を詰めるっていう風に、お互いがですよ。そういう約束で付き合ってるんですよ。だからそれ以外の時はいつも一緒にいるような、まあ中年のカップルなんですけど、まあなんか不思議なカップルで、まあね、姉さんって言って、まあよく走ってくる。だけど、喧嘩するとやっぱ凄まじいんで、で、疑われただけでも、みたいな。なんかまあ、昔仇のね、人なんで、まあそんなところに、その二人が乗ってる車っていうのが、あんまりなんか、当時のヤクザにしてはパッとしなかったんで、要は、その、姉さん的には、そういうチャラけた車に乗ってると、女が寄ってくるからダメみたいな。そんなところで、お、なんかいい車ないかっていう話になってて、要は自分、のところが違うとこから来てるんで、いわゆるニコイチだったり不思議な車
安く買える車がないかっていうことだったんですけど、私がそんなことしていた時にたまたま何かの方で上げてきた車があって、それがまあいわゆる盗難車だったんですよ。セルシオの盗難車でベコベコなんですよ。ベコベコ、前も後ろも、いや他は直せれても、要はトランクルームの要するに後ろのドアからトランクにかけてがもうベコベコになっちゃってるんで、もう普通で言ったらこれもうダメ、もう直せないよと。そのピラーごとトランクから外す、ドアを変えるとかボンネットを変えるとかじゃなくて、後ろのとこは変えられないんで廃車だっていうような車なんですよ。でそれが来ちゃって事務所のとこ置いたって、いやこんなの持ってこられても、要は借金の方から持ってきて取り上げたものだったけど、盗難車なんでこんなベコベコなのセルシオって言ったって価値がねえよなっていう話で、こんなのかたまらんわなっていう話をしたら、実はその兄がね通りかかって、うわまたなんか言われるなと思って、お、セルシオじゃねえか、いい車だなっていう。いや、よかないっすよ、これ。もうあの、ベコベコなんでって。いや、これ、もしあれだって俺買ってやるわ、とか言うんで。いや、もし何ともならんかったらって言ってて、やっぱりどうにもならなくて、兄これ買いますかって言ったら、いや、なんかもう本当に数万円ぐらいで、数十万でいいって言ってるんで、おーっつって言って、側近で多分10万円ぐらいで買ったと思うんですよ。まだ新しい車だった。まだ3年落ちぐらいなんだけど、盗難車でベコベコになってるんですよ。いや、こんなんどうするんですか、部品かなんかで使うのか、バカ直して乗るんだわって。いうもんで本当かなと思ったら、何をどうやってどういう圧力をかけてるか知らないけど、1ヶ月ぐらいで綺麗になってきてるんですよ。1ヶ月ぐらい綺麗になってるんだけど、ナンバーはなんか おかしなナンバーがついてたのに、仮ナンバーって分かります？仮ナンバー、市役所とか自治体で車検切れの車を動かすときに、なんか赤い、最近あまり見ませんね、車線が引いてあるナンバー、仮ナンバーで、で簡易的に止めれて、で番号打ってるんですよ。89って書いてる赤い線が引っ張ってる仮ナンバーが前と後ろですけど、よく見るとなんか段ボールで切ったような、こんなんいいんすか、お大丈夫大丈夫、どっちみち警察来たって俺は止まらねえからな、みたいなことで、どうやって直したんですかって言ったら、おお、これ綺麗に直ったんだろう、でもな、トランク開けたらもう中はくっちゃくちゃなんですよ、直らないですよ。要は外見だけ綺麗に直したようなハリボテの状態で、でもあとは綺麗に塗装して、へえ、まあそりゃそれでいいんだけど、いやもう警察来たって止まんないからなって、いやまあそういう問題じゃないから、何でもいいよ、ナンバーなんかなくたっていいんだと、でもないよりあった方がいいからこれがいい、約89、ヤクザじゃないんですねって、ヤクだよ、ナンバー数字が大きかったからもう2つしか書けなかったって言ってましたね。でここからが本題で、この方とにかくアイスまんじゅうが大好きで、森永製菓かなんかだったと思いますよ、それをとにかく事務所に買っといてくれって、部屋住みに買っといてくれって言って、事務所に来たら必ずアイスまんじゅうを食べるんですよ。いやそれはいいんです、それはいいんですけど、アイスまんじゅうって皆さん見たことあるか方はわかると思いますけど、直径が結構太いですよ。それをどうやって食べるかって言ったら、そのまま口にバッと入れて前後運動させて食べるんですよ。前歯がないですよ。でこうやってずっとやってると、なんか変だろ、変に思えるけど、これが一番いいんだって言って、朝から昼間からそれ見るから、もう私はねこれアイスまんじゅうを見るとね、いつも思い出して、うん変だろ、そういう食べ方はダメとは言わないんだけど、ね、あんこは食べないですよ、それだけ残すっていう不思議な食べ方をするアイスまんじゅうの兄貴のお話でした。以上です。